こんにちは、さなです。今回はですね、とある激ヤバなリップを買ってみたので、こちらの紹介をしていきたいと思います。で、今ねまだねライティングが迷走中なので、ちょっと最初テストさせてもらっていいですか。で、今背景のライトをつけている状態なんですけど、こんな感じです。アップだとこんな感じ、ちょい引きだとこういう感じです。後ろのライトを消すとこんな感じです。今回はちょっと後ろのライトなしでやっていきたいと思います。では早速ですね、こちらです。あのホリカホリカって皆さん知ってますよね。韓国コスメの有名なホリカホリカ、ヘルファイアーグロウィートッパーっていうデビルズプランパー、公式さんが悪魔のプランパーですって言っちゃってるリップです。で、こちら2種類ありまして、この私が購入した、まあ、普通のグロスみたいなタイプと、あと黒いパッケージのリップ下地もあります。で、黒い方はピリピリ度が10段階中6で、この赤い方がマックスの10、まあ、大は小を兼ねるということで、とりあえず強めのやつ買ってみたって。見た目はね普通に透明なタイプで、スパチュラです。で、匂いがすごい好きで、なんだろう、コーラっぽい、ほんのりコーラみたいな匂いがします。で、手に塗っても、まあ、特に何の変哲もないプランパーなんですけど、まあこれを唇に塗るととんでもないことになります。それでは塗っていきたいと思います。で、今ね何も塗ってない状態です。で、今日は割と唇の調子がいい。で、これ塗るときに要注意なんですけど、こう塗って唇を上下で擦り合わせると口の中に入ってめちゃくちゃ辛いので、少量取って下唇塗って、その余ったやつで上唇をスパチュラでちゃんと塗ることをおすすめします。塗りたてはこんな感じです。今ね若干ピリピリしてきた。それではちょっと置いてみます、しばらく。で、今塗って2分ぐらい経ったんだけど、ディオールのマキシマイザーはあれピリピリ来ないんですよ、あんまり。どっちかというとスースー感だけなんだけど、もうこれは多分日本にはない感じのピリピリ感。海外のやつだとトゥーフェイスドのリップインジェクションだっけかな、トゥーフェイスドのリッププランパーに近いかも。はい、ということで今塗ってから10分が経ちました。見て、さっきより全然唇がボリュームアップしてない？で、塗って10分後がマックスヒリヒリで、このあと1時間ぐらいかけてヒリヒリ感がなくなっていくっていう感じです。結構ね持続します。で、ぷっくり感もヒリヒリ感がなくなっていくにつれて徐々に薄くなってきます。なんかねピリピリっていうか、めっちゃ唇が熱いって感じする。でも私は割と耐えられる感じなんだけど、口に入った時の味がとにかくなんか舌がねビリビリする感じなので、それだけが唯一気になる。で、あとグロスの質感だから、ちょっと口にね自然に流れ込んでくるんだよね。だからもう一個の黒い方がマットタイプの下地なので、そっちの方が口に入りにくいかも。これを塗ったらね、もうペットボトルでお茶とか飲めなくなります。はい、ということで悪魔のプランパーの紹介でございました。試したいと思った方は自己責任でお願いしますということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。